本当に最近お忙しくて大吉先生はあのドラマ、演技をね、拝見いたしましたよ。はい,すいです、ね、えい、ー、え、もうね、本当にもう恥ずかしい限りですよ。ですから、あの容疑者は8人の人気芸人という、ねはい。というスペシャルドラマがあって、本人役でまあみんな出てて、はい、竹山君だけまあ芸人の中では一人だけ刑事という役ですけ僕、うん、はい、他本人役で出てで、まさかの先生が犯人役という。あの日村君をね、バナナマンの、はい、日村君が殺されそうになるんですけど、うん 誰が犯人だみたいな謎解きのドラマだったんですけど、8人の人気芸人のうち、実は犯人は僕だったんですよ。うん。動機はあの、東京が好きなんです。そうなんです。だから、博多を、博多芸人さんて出られたのに、東京を愛していると、そのイメージが崩れることを恐れての。僕が東京が好きだっていうことが、日村さんにバレたんです。っていうドラマだったんですそういうドラマ、それでね。いや、だから、本当にね。 ままあまあもう終わったんでね、えーうん、もうあんまり言うのもあれですけど。でも先生、本当にね演技は苦手だ、苦手だとおっしゃってましたけれども、はいはい、いや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 、いろいろ意見いただいておりますよいや、もうそういうのはもう、感想かちょっとせっかくですからね、ご紹介しましょうかね。えー、ラジオネーム、薬師如来さん。はい えー、スケートーダラの妖精でなければバナナのキャラクターでもないようやく巡ってきた人間役の大吉先生、はい、とてもとても良かったですご自身の役ということで普段の先生と遜色のない淡々としたセリフ回しがすごくリアルで現実とフィクション行ったり来たりする感覚が味わえましたそしてやはり竹山さんとのやり取りはグッとくるものがありましたというとうございですねこちら真田小僧さんは えー、いずれ心の中に大きな闇を抱えて役とかもうすぐ死ぬ人の役とかをやってほしいです <laughs> で先生は病んでいる系の役がお似合いだと思います期待しています。も やるかどうかは、その、まあ、選ぶ、選ぶっていうのと偉そうになりますけど、はい、断ることもできるわけですよ。で、お話が来たんですね。ドラマをやらないかと。うん、で、まずは断ってくれと。うん、僕演技なんかできないから。って言ったんですね。はい、そしたらマネージャーが台本だけでも読んでみませんかって言って渡されたのが、もう製本された状態の台本で、うん えー、東京好きがバレて僕が殺そうとするっていうのが織り込まれた台本だったんですねああじゃあもう大吉さんもやるっていうか先生が受けなければそう筋が成り立たないから成り立たないからだから断りたかったんですけど、えー、もうこれ断るとなるとまた一から全部作り直すのであとは華丸さんにやっていただくしかないですもんねだから花丸がやるんならいいんじゃないのっていう話がもうずっといつの間にか僕の方に来て、はい、結局やらされた感じいやいや先生 NG とか出されたんですかいやなんかえー、とね NG っていうか何回も出しますそりゃ、そうですか、うんあの、同じシーンを 5, 5回か六6回撮るんですよ、いろんな角度から、カメラその度に、次はちょっと強めに言ってくださいとか、<ー>次はこのセリフをちょっと大,大きな声でとか、はい、そういうのをちょっとずつやって、それを部ぶん全部、素材として撮って、あとはうまいこと編集してるんじゃないですかね。 うん。もうラーメン食べてるシーンとか自然でしたよ、先生。あれはさすがに。うん。あれはただ普通にラーメン屋に連れていかれ。うん。そこではい、これを食えって言われたけそれを食っただけ。すごいいい感じに先生自然体だなと思って。食事に関してね、自然も自然も僕はないと思うな、赤井さん。そうですか。うん。ああ、ね、あとなんかちょっと無理なモノマでも振られたり。そう、あの辺はなんかね、アドリブの部分。あ、いうか。うん。 急になんかその向こうの人がやってきて、それをやるとか、そういうのもやりましたけどね。まあまあもうドラマの話。いやいや、これで愛を締めてなんてことですね。いやいや、もう僕はもうここで宣言します二度と出ないです。心を病んだ人の役はどうですか、先生。心僕病んでないです。まだまだ死ぬ気もねえです。そうですか。ねえ。いや、もうちょっとね、もうそれは持ちは持ちやですから、もうはもう。